6月20日火曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 124に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛んぼ郎ですパソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛んぼ郎ズームそこまで言うか この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。皆さん。 <laughs> あのお願いですから、<laughs> もうあの何回も申し上げておりますけれども、はいえー。出演者に飲食物を提供するのはやめてください。無制限に食べたり飲んだりいたしますから、ね。お気持ちだけでも。最近はあの農産物をいただくことが多くて、まあ農産物は。え一、ー、日二日で食べきれる量ならば、あの。 それもあり得る理由じゃないですね。催促するようなことはね言わない方がいいですよ。すね、あのなんでこんなことを申し上げるかというとですね、うん、今日本番前に、えー、デスクの上を見たらですね、はい、過去おそらく。 総額でいうと過去最高ではないかというですねまたそんななんか現金なこと言いますいや多分そうだと思いますよなんか超高級梅酒みたいなやつが届きました基本はあの私の本にサインをといういつもの文脈なんでまあまあ喜んでそんなもん本にサインするときは物はいりませんからいりませんよ本だけで大丈夫ですからいらないですよ本だけで大丈夫ですどうしてもという場合には金塊をお願いしておりますがいりません金塊も1グラムとかじゃダメですよ ダメってことはないですね。<laughs> すダメってどの口で言うったんですか。十グラム以上でお願いいたします。<laughs> はいえー、ただし、あの税金の申告はいたしますので、調 <laughs>、えー、税当局ににら、えー、まれないようにしっかり税金を納めながら。ないですよ。はいえー、で、あの大阪のですね、旭 <laughs> 区森商事という私も若干ここのあたりの地名には土地勘がある場所なんですが。<laughs> えー まあいいや大阪市の中心近いところの、うん、結構歴史と伝統のあるところでございます,そ,す、はい、そこの小倉屋さんという布団屋さんからですね、えー、梅酒をいただきましてお布団屋さんから梅酒をいただしてかねお布団屋さんなんだけども、うん、なんか創業100年を機に梅酒みたいなやつを作ったそうですよ。えー、でこれが売られてるんですけど送っていただいたやつが1本2750円という贈答箱入り梅酒ってやつを。 はい、ありがとうございましたありがとうございましたですけれどもはっきり申し上げてね今まあ一言。 まあ私はあの言っちゃうんですけどね気が弱いもんですから送ってきてくださった方はきっと読ん,でいた読んでもらいたいと思いながら送ってくるんだろうなと思うとですね全く無視もできないから今その布団屋さんの名前も地理的環境もですね何を送ってくださってそれがいくらかまで商品説明をしましたけれどもでもそうやって1回言っただけでねはっきり言ってこの送ってきただけのものに見合う成果は得られないと思いますよ。 申し訳ないですけどやっぱりラジオでしっかり CM ということになるとちゃんとあの気合を入れてお届けするわけでそ,、ねうん、そういう宣伝効果とまたちょっと違いますからね、まあ、今みたいに本当にあの片手間で言うや義理みたいなもんで喋るだけですからて宣伝効果がないのでなんか宣伝効果があるから番組の中で喋ってくれるからと言って、うん、もしそういう気持ちが終わりならば、うん、おやめになった方がいいですよ。多分そう本当の気持ちから下ささんんに飲んでいいたただだきたいと思っっって送って送くださった い,いや私もねちょっとやっぱねうっかり適当なこと言わない方がいいなと思うのはそうですねあのこの番組で「<laughs> そうですね」って「なんだよその「そうですね」っていうのよ一生懸命しゃべってんだ<や>俺は。ですよいや番組で何回か <laughs>、はい「 鉱物はドラ焼きですとこう申しし上げましたですよね鉱、ええ、物はドラ焼きですとで好物はどら焼きですと、えー、それ結構ですね、はい、リスナーの方で聞いてらっしゃる方もいてそれで私最近回数は減らしてるんですでそもそもそも私もうテレビの仕事をほとんどやってないんで、ええ、テレビの仕事が減ると公演の依頼なんてものも基本的にああいうのは知名度ね狙いみたいなところがありますからあ基本的にテレビの仕事を減らしたら自動的に公演の仕事もだんだん減って 言って、うん、まあいやもう残りの人生はむしろ自分のために時間を使うに際してうん、うん、自分で選択をしなくても自然にそうやって着地していくのも悪くないかなと思ってるんですが、うん、不思議なことにね公演以来がそんなな減らないんですよおーさすがいやいやさすがっちゅうかなんちゅうかですね。でそれももうもううめんどくさいから、うん もうあの知った人であるとか義理があるとか、えー、なんかそういう環境がないとちょっともうあの時間的に無理ですみたいなことを言って受けないケースも最近結構ね体力的なこともあって増えてきてるんだけどもたまたまこう立て込む時期があって、うん、先週末は。 三日間のうちに四回公演に行ってんですね。<laughs> よく働きました。先週その上スペシャルウィークかなんかでラジオで,でなんかいろんなところで声をかけて、ね、いただいたありがたいことに、ねはい、うどう由美子さゆみさんの番組に、うん、ねあの出演させてもらったりしたのは大変ありがたいのではございます。いい大変ありがたいのではありますが、がすはい、先週末にそういうのとは別に公演に四回行ってるわけですよ。三、うん、日で四回ということは。 1> 1日ののうちに2回公演っていうのがあるわけでその1日のうちに2回公演に行って私随分前にごめんなさい私そんなに家でお酒を大量に飲む方じゃないので昔は土産物の定番っていうと圧倒的に日本酒が多かったんです、はい、ところが私ね飲まないわけじゃないんですけどもそんなに大量にだから3日で4公演とかって言われて行くたんびに日本酒もらって帰ってきても。うん <laughs> そんんなななに飲めないよなままってんでこの番組の,なんかあの酒好きのディレクターに「どうぞ」みたいなこととかうちの兄貴は割と日本酒好きなんで <laughs> うちの兄貴のとこ持ってったりするんだけどあれそう結構めんどくさいこと言いやがってですね、うん、なんでもっと早く持ってねえんだとかい,いやさ毎日会ってるわけじゃないんだから <laughs> うん、うん、日本酒というのは割とな日数が大切なんだって知らんがなそんなもん <laughs> みたいなこともあるんで、うん、講演会社の方に「ごめんなさい。 かなと思うんですって言ったら一言言ったらですねそれ以来一切日本酒がなくなったんですよ <laughs> いやそれ全部やめてくれなんか一言も言ってねえしみたいないいだけどもうめんどくせえなともう,もうこれ以上言うのめんどくせえなとか思ってたんです、うん、それでこの番組でどら焼きが好物ですって言ったじゃないですか先週 1,、うん、1>, 1日のうちに2回個編行った両方で土産がどら焼きだったんです <laughs> <laughs> それも箱詰めでぎっしりの上に <laughs>、うん、ドラ焼きって割とね賞味期限がそんなに持たないんですよ、まですね、クッキーなんかと違って。あですよね。でそれもまあよけりゃいいほどいいほど大体いい賞味期限短いんですねあ,<ー>ああいうのが。うんうん、で割と安いものはなんかあの脱酸素材みたいなやつをこう入れたしっかりしたパウチみたいなやつに入ってると、うんるね、比較的持つんだけど、うん、そうじゃなくて本当の高級な和菓子みたいなやつは、うん、今日中に食えとかってそれ一 <laughs> 日にドラ焼き 2箱もらっても無理だろこれ!」っていうようなことがあるんでうかつにものを言っちゃいけないなと思っていたら。 一つちょっとね心に今引っかかりがすごくあるんです,んです今日私見て何か感じることありませんか今日はスーツ姿ですよね今日なんで私スーツ姿かというとですね、はい、あの賃貸住宅のエーブルさんっていうのは<っ>賃貸住宅のエーブルさんのなんかあの会員向けの公演みたいなやつを、うん、この日本放送経由で何回かやったんですよ、はい、でその会員向けの なんかねインターネットチャンネルなのか地上波もどっかでやるのかよくわかんないんですケーブルテレビなのかわかんないんですけどいいそのエーブルが番組を企画して司会が徳光和夫さん、まあなんか「日本放送つながり」な匂いがするとしますよね。 今日この応援案終わりで収録に生まれていくわけですよそうで,すかで昨日事前アンケートが回ってきてていい事前アンケートに元気の出る食べ物は何ですかって書いてあったんですね <laughs> はい,はい、はい、で何にも考えずにどら焼きって書いたんです <laughs> いいで当然想定されるのは<や>今日この応援役に収録に行ったら<や>多分収録のスタジオに間違いなくどら焼きが用意されているんあろうと <laughs> スタジオだけならいいけどもしかするとお持ち帰りくださいって言ってまた帰りドラ焼きだと俺は一体一週間のうちにドラえきを何個食うんだとドラえもんみたいですね少なくとも私先週末から今日に至るまでにドラえきを八個は食ってますからねいやいやそんな食べきらなかったらここに持ってきてくださる私たち食べ申し上げたように賞味期限が割と近いので明らかに私なんか賞味期限三日とか一週間とかツナ缶なんかだったら十年切れてても食べますけども人にこう食べ ていただくに際して賞味期限切れてるやつ渡しづらいじゃないの確かにねそれそいいって言うんだったら持ってきますよ今後賞味期限が3日切れてます,いいす和菓子どうですかいや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 ,いやでしょちょっとそれは私全然もっと気にならない食べた時に、うん、あダメとかいいとか判断できるじゃないですかうん、うん、私割とねそういうの敏感なもんですから <laughs> す、ね、自分で大丈夫だと思って食べても食べた瞬間にあこれはダメだと思って、えー 結構あるんですそういうのが年代物の,のシーチキン召し上がるぐらいです十、ね、<laughs> 年物の,の缶詰のシーチキンはダメだったケース私一度もないですね <laughs> すごいですねそれも、ね、シーチキンとかああいうやつは熟成すればいいっていう、うん、そういう説もあるくらいですから、まあ、私一つだけは缶詰でダメだったやつは、うん、あの東南アジアで買ったフルーツの缶詰なんですけども <laughs>、うん、棚に置いといたらどん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 膨れてきてですね <laughs> <laughs> これ爆発するんじゃねえかと思って <laughs>、ええ、しばらく怖くなって 近寄らないようにしてそのうちそーっとつまんでそーっとこう揺れちゃ危ないと思うからそのまま縁の下に放り込んでもう随分なりますから。 もしかすると縁の下で腐食して,て缶が腐食して自然に知らない時期に破裂するんだったら、まあ、それはそれでしょうがないじゃないですか自分家の縁の下ですからね,ーねーそんなにおす様に迷惑かけるわけでもなしだけどあれボーンとか爆発して床の板突き抜けて上に缶が飛んできたらびっくりするでしょうねそれ。あれそうでです結構でもね迫力て、はい、皆さん申し上げておきますけど大体缶詰は、うん、あの世界的には賞味期限を設定してないところが大半なので賞味期限を設定してないところが大半なので。うん 賞味期限切れたからといってすぐ捨てるのはもったいないから食べられるものは食べた方がいいですよというアドバイスなんですがいくつか例外があってその中の1つで中が発酵状態でどんどん腐食してくると。で 北欧の缶詰って北欧にそういうのあるんですが、えー、初めから発酵しているものはしょうがないですか、はいはい、それは。だけどそうじゃなくて、うん、本来発酵していないものの缶詰がどんどん膨れてきている時には、はい、中で変なガスが溜まってる可能性が高いですから。これは不要意に開けない方がいいです。あの缶切り差し込んだ瞬間に爆発するということもありますので、危,で危険ですから。はい。まあ、で基本は正しく食べてください。まあ、いずれにせよ。 すべては自己責任でお願いいたします。ことですね。皆さん、本当にありがとうございました。お気遣いいただきまして恐縮です。本当にありがとうございました。なんか雑巾も届いてるぞもう。カラー雑巾。はあ。ありがとうございます。あ、二枚入りだ。くださいってことですかね。それね。あ、カラー雑巾二枚入り。便利なループ付き。ありがとうございます。使わせていただきます。もうお願いだから、気付かないでください。本当に大丈夫。金塊だけにしてください。くれぐれも申し上げときます。辛坊さんね、結構稼いでますから、何でも。 買えますからねそうなんですよ <laughs> なんてこと言うんですか <laughs> はい。じゃあそろそろ株と為替の値、ね、動きです今日の東京株式市場日経平均株価は小幅に反発しましたあら終わり値上がったんですね昨日と比べて18円49銭高い33,388円91銭で取引を終えました 中国人民銀行が事実上の政策金利を引き下げたことが取引時間中に伝わって、中国景気の回復期待から海外への優勢になって。前場の終わりからあの五場の始めにかけて結構下がってたんですけどね。<ー>その後まあ今言ったような事情で戻して、<で>まあ逆にむしろ昨日の終わり値に比べると上がった、上がって取引が終わったということです。その一方で為替が。 現在1ドル円ちょうど付近で取引されています昨日のこの時間と比べると40銭ほど、円安になっています、まあ、ね、えー、今、円安になるとやっぱりあの、えー、貿易関係の企業を売って、かる、えー、円建てで儲かるところの株は上がったりなんかするんですけども、はい、ただ、通貨が弱くなるというのは。<laughs> 国家が弱くなるというのと、うん、結構同じような文脈ですからあまり歓迎するような話じゃないんじゃないのかなと私は思います確実に、うん、あの輸入物価に押されて国内の物価が上がってきますからねはい。ズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りします 4時台にズームする話題は明日通常国会が会期末解散見送りの真相と各党の思惑という話題につきまして政治ジャーナリストの青山和弘さんスタジオに生出演です5時台はブリンケン国務長官習近平国家主席と会談というニュースにズームします番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております メールで送ってくださる方は z o z o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日のエンディングでお送りするズモンミュージックリクエスト。今日のお題は高級梅酒をもらったときに聞きたい曲。 高級梅酒をもらった時に聴きたい曲、お酒関係のね、歌ね、ああお酒関係の歌ですかあ。あ、今いくつか浮かびました。かか結構たくさんありますから、ばらけるかもしれないですね。うん、特定の曲に集中するということにはならないんじゃないかなとう、ね。うん、もちろんあの、はい、お酒以外の曲でもね、結構なんで選曲の理由を書いてズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。お待ちしております。 この後はズームフラッシュです日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです中国の習近平国家主席は昨日アメリカのブリンケン国務長官と会談しました バイデン大統領が意欲を示す米中首脳会談について協議を継続することで一致しましたが、国防当局間による対話を再開することに関しては合意できませんでした。世界貿易機関 WTO は昨日、中国が日本製のステンレス製品に反ダンピング関税を課しているのは WTO 協定違反だとして、中国に是正を勧告する報告書を公表しました。 経済産業省は日本側の主張が認められた証訴だと説明しています。反転攻勢を続けるウクライナのマリャル国防次官は、昨日、ロシアが全軍を投入し抗戦しているため、進軍が困難になっていると認めました。反転攻勢から1週間で7つの集落を奪還しましたが、2週間の戦果として追加できた奪還集落は1つだけで、 取り戻した領土も113平方キロにとどまりました。ロシアのプーチン政権と対立して、服役中の反政府活動家ナワリヌイ氏が、過激派集団を創設した罪に問われた新たな裁判が始まりました。最長で懲役30年を課される可能性があると、ロシアの独立系メディアなどが伝えました。 イスラエル軍が占領するヨルダン川の西岸で、昨日、イスラエル軍が北部ジェニンの武装パレスチナ人たちを襲い、大規模な衝突が発生しました。パレスチナ自治政府によると、パレスチナ人3人が死亡しました。対立が激化する中、今回の衝突が情勢をさらに悪化させる可能性があります。 旧優生保護法の下で障害者らに不妊手術が強制された問題について、国会で初めての調査報告書がまとまりました。国が別の手術と偽ることを許容し、都道府県に件数を増やすよう求めるなど、国策で子どもを産み育てる権利が奪われた被害の実態が改めて浮き彫りになりました。 1912年に氷山に衝突して沈没した豪華客船タイタニック号の残骸を海底に見に行く観光ツアーの潜水艇が行方不明になっています潜水艇は5人乗りでアメリカやカナダの当局が北大西洋を捜索し発見に全力を挙げています 青森県の高級さくらんぼ品種、ジュノハートがきょう、八戸市の中央卸売市場で初競りにかけられ、上級ブランド、青森ハートビート15粒入り1箱に、万円の最高値がつきました。タイタニック号の残骸を海底に見に行くって、海底通達ってですね、タイタニックは大西洋の。 まああのヨーロッパからアメリカに向かう途上で氷山にあたって沈んでるんですけども水深4 0 0 0メーターぐらいのところに沈んでいるというのがもうだいぶ前に80年代にえそこに残骸があるということは確認されてでその後あの映像でも撮影されてですねで場所も特定されてるんだけども何せ深海ですからそう簡単に潜れるところじゃありません、はい。 あのよくあのガムとか,なんかそういう観光地でちょっとだけ潜るやつあるじゃないですかあれせいぜい数メートルでも潜った感じありますけども数千メートルで水圧が全く違う状況の中で,<ー>で、えー、ツアー料金も。 まあ、その運転ドライバーって操縦士入れても5人しか乗れない、まあ、あのカプセルみたいなもんですから、えー、当然客は最大でも乗れるのは4人までで 1>,、えー、1人乗るのに大体、えー、日本円で今のレートで換算すると3500万円ぐらいそんんなにするんでするでか、まあ、10日間のツアーで全部入れてだと思いますけど、ね、全部入れてなんですが。 心配なんですが今のところ連絡がつかないんですけども、うん、どうやらですねそこに乗り,込む乗り込んだ人のツイッターその他で出航する時間というのが18日の午前4時に出航するっていう風なメッセージが残ってた、はい、でおそらくその時間に出てるはずです、うん、18日の午前4時かでその時間は日本の時間に見ると同じ18日の午後時差がありますから午後5時なんですね。うんはい、そうすると えー、その時間に出航したとすると出航してから今までの時間が、えー、47時間ぐらい経ってますですね。で、えー、普通の潜水艦と違ってだから母船から切り離されてだからその出航の時間っていうのが分かんないんですけどおそ、うんまあ、らく母船から切り離されて独自で潜航を始める時間かなんかだと思うんですが要するに。 出ててから40丸2日間経過しいるところがこの潜水艇はですね、はいえー、酸素がが空気の残存でですすね96時間に設計されているそうだから4日間は、はい、あの基本なんかトラブルがあっても水中にとどまっていても酸素がなくなって、えー、窒息することがないようにまだ行方が少なくとも分かんなくなったというか母船から切り離されて出航してからまだ2日しか経ってませんので。はい あと2日ありますからあの酸素がなくなるまでにだからそれまでになんとか浮上さえすれば浮上さえすればあのカプセルの中って基本はあの地上の気圧とほぼ同じに設定されてますから。えー 普通1 0 0ーぐらいにアクアラングアクアラングっていうのは商標名ですねスクーバダイビング等で、まあ、そこまで潜らないんですけど潜ったとして上がってくると潜水病になりますけれどもカプセルの中で4 0 0 0ルの深海まで降りてるということはカプセルの中は大気圧で地上というのと同じなんでうん、うん、急浮上してもあの船体が壊れない限りは大丈夫なので、ねあなね、だから、まあ、どっかにいるとしてとにかく浮上さえすれば急浮上でも大丈夫ですから、うんえー、バーンと上がってきて。 えー、ハッチさえ開けられれば。 あのまだまだ希望は持てるよなっていう状況ではあります一刻も早く、ね、見つけていきいですね。さて、えー、冒頭のニュースの,あのブリンケン国務長官中国に行った話習近平国家主席と会った話は5時代に詳しくやりますので、はい、そちらのところに回すとしてその次の次のニュースでウクライナの反転攻勢が1週目は結構うまくいったんだけど2週目になってロシアの抵抗に合ってるぞっていうニュースで、ね、取り戻した領土が113平方キロにとどまってるって話があるじゃないですか。はい、これパッと聞いた時に 十三平方キロってイメージ湧きます?。ちょっとわかんない。わかんないですか?うん。じゃあ、わかるように説明しましょう。百、はい、平,平方キロ。百。というのが。ほぼ。関東の皆さん。青梅市と同じです。あ、そうなんですか?はい。関西の皆さん。大阪市の半分ぐらいです。はい。枚方市の二倍弱です。<laughs> たとじだまあウクライナってそこそこでかい広いですからそれでこんだけ頑張って2週間頑張って青梅市一つ分ぐらい,はい、はい、だけど青梅市一つ分取り戻せたということは、はい、ロシアの侵略を受けて今までは領土が減っていたのにはい、はい、少なくともこの2週間で。 ちょっとずつではありますけれども取り戻せているという事実はありますがそう簡単に戦争を全部取り戻して終わるという状況にはないぞと、うん、そういうニュースであります。ズームフラッシュでした 六月二十日火曜日時刻は午後四時まもなく四分になります。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。さあご意見いただいてるんですが、はい、皆さんありがとうございます。同じようなご意見複数いただいております。辛坊さんのどらドラ焼きの件ですね。はい、埼玉県八利市のゆ湯岸大 SDG ズさん五十八歳はゆ湯岸大 SDG ズって。<laughs> 初メールです。辛坊さんどら焼き。 冷凍保存できますよ<っ>そうすればスタジオにお土産で持ってこられますとか、ね、埼玉県の埼玉のにゃんこママさんも,もん自分で食べるならいいけどなまあどうぞどら焼きは冷凍保存できますよチンして食べると美味しいですよ<ー> <laughs> いや問題はですね <laughs> 賞味期限切れる前だったら冷凍保存しようというモチベーションが生まれますけれども私まだ 自宅にあるのが賞味期限切れちゃった後のやつなんで賞味期限切れた後で冷凍して後に食べるという行為はどうでしょうかだからもうもらったらっ大丈夫なら持ってきますよ じゃもらった瞬間に。そうなんですだから、それもらった瞬間に、それ聞いてるやね。次からそうします。今日、もしあのエイブルの収録でもらったら。ちょっと、それも、なんか、ここで、こういうのもね。冷凍します。はい。冷凍すると、やっぱりね。まあ、今、あの冷蔵庫の性能が上がってる、せいか。冷凍、だ、特に、あの、このラジオリビングの冷凍の牛丼とか、全く問題ないですよ。ね優秀ですよね。あれは、だから。最初に業務用の冷凍をするのと。自宅で、あの。 一から冷凍するのはまた条件が違いますからね,かね肉なんかはまああれかだから物によるんだよね冷凍して、ね、あのいいものと、うん、意外と私最近自分でやっててあれ意外とあんまり良くないなと思うのがですね、うん、薬味のネギっていちいち切るのめんどくさいじゃないですかいちいち切るのめんどくさいですよね、うん、でまたあの細ネギ買ってきて私なんか一人暮らしだと大量のこのネギのみじん切りみたいなやつができて、うん <laughs> ええ これどうしたもんかなと思って冷凍するとよくない、うんえー、やっぱりねあの生の新鮮なやつの切り立てとは全然ふ、うん、風味が違う生には勝てないですかあ勝てないですねだから物によるんですね冷凍しても何の問題もないってもんもあるんですけどねあるんですけど意外とあの小ネギみたいなやつはもう一つですね,ね私の経験からするとはい ありがとうございます。<laughs> ねご意見ありがとうございます。こういったご意見でもね結構ですし、ニュースに関すること、辛抱歳の注文なんでも結構ですので、メールで送ってくださる方は <laughs> z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームミュージックリクエストのお題は。 高級梅酒をもらったときに聞きたい曲です。こちらも選曲の理由を添えて、ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。お待ちしております。日本放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。この時間取り上げる話題はこちらです。明日通常国会が会期末。 解散見送りの真相と各党の思惑は。第211通常国会が、明日21日に会期末を迎えます。政府が提出した60の法案は、先週末にほぼ可決成立しました。脱炭素や産業支援に関する法制の具体化は評価できる一方、 少子化対策や防衛費の増額に向けた財源確保は年末に議論を先送りしました岸田総理大臣の解散見送りの真相と各党の思惑とは一体どんなことなんでしょうか 今日はこのニュースにつきまして政治ジャーナリストの青山和弘さんに伺いますよろしくお願いしますはいよろしくお願いします<タッ>いつもながらえシュッとしてらっしゃいます、ね、いやいやありがとうございます、えー、今日もねえ、今日はなんかでもいつもながらにシュ,シュッとしてるんだけどプラスえ詳しい事情は申し上げませんけれどもなんかあの家庭人としての<タッ>、えー、あ青山さんを今日は目撃する<タッ>、ね、いやいや本当にご迷惑おかけしてますがえよろしくお願いします 聞いいてる人何とかかな<や>何なんかかかわわだろうか <laughs> <laughs> まあまあそんなことでございまして今日はあの青山さんがお父様の務めを存分に果たしてらっしゃるということでなんか青山さんって不思議ですよね家庭の匂いがあんまりしないのにねそうですかもうでも本当にあのおかげさまでやっぱりあの子供の世話を今あのフリーであの会社に必ず行かなきゃいけないわけじゃないので、ええ、今日の授業参加はあんたが行ってとか。あ あの「今日の送り迎えはやって」とかあのそそかなりいろんなハードルが課せられるようになってっ、ね、現代社会はそういやうもうほんおかげさまで充実しかくね 最近なんか寸火を惜しんかかをししで掃除してますからね<ー>掃<除>どのぐらいの影響で掃除してるかというとですねうちあの湯かしお風呂の湯沸かし器が温まるのに時間がかかるんですよ。うん、でスイッチ入れてからシャワーを出しっぱなしても、うん、しばらく水しか出てこないんですね。うん、この時間が結構数十秒間あって最近この数十秒間はもったいないなと思い出して<え>そいでスポンジを片手にですねこの数十秒間でお風呂の隅々まで一生懸命洗ってお <laughs> 風呂入るたんびにあの洗うんでうちのお風呂 ピカピカですよ。水を無駄にしないということですね。あ、そう、まあそういうことです。まさにそういうことです。SDGs。今あの SDGs の S は辛抱の S っていうキャンペーンを張ってます。何ですかそれ？何ですかそいやそんな話はどうでもいいんだ。青山さん、はい。解散しませんでしたね。いや本当にね。これ予想通り。 いや僕はね、ええ、本当にゴブゴブだと思ってたんですよ。<ー>やっぱりねあの岸田さんは、ええ、あの最初からなかったっていう人もいますけれども、はい、僕は確実にやっぱりあの念頭にあったと思ってるんです。ええ、それも解散できるときに解散打ってカットきたいですよね。そうなんですよ。ね、それでねやっぱりあのちゃんと情勢調査も自民党はやってはい、はい、重増重減のね調整もギリギリ間に合わせて、ええ、環境整備は ちゃんとやったんですね。どうなんですか世論調査の結果は？世論調査はね、いろんなあの話出てますけど、ええ、自民党選対は勝てると思ってました。はあはあ、まあせめて減っても十減。はい、だからいやもう自民党の選対はこんなにいいチャンスはなかったって今でも言ってるんですよ。まあ今後考えた時に、うん、あのサミット後の比較的高い支持率が戻ってくる。うん チャンスはそうそううないですよ,、ね、そうですよもうウクライナ訪問もないし、えー、日韓の、ね、関係改善もないし、えー、内閣新信任案も出てくるタイミングないですから、はい、ここまでやっぱりねチャンスっていうのはなかなかなかったただ早かったとか公明党が大反対したっていうのはそれはあるんですけどね。歴代の,あの解散できなかった内閣を見ると、うん、え解散しようかなやめとこうかなってこう,こう自分の中で総理大臣がせめぎ合っている中で支持率がどんどん落ちていって、えーうん、こんな支持率の状況 で解散なんか打てないだろうっていうプレッシャーの中で解散打てずに政権末期を迎えるっていうケースは結構ありますよ、ね、くあるパターンでね、えー、今回もやっぱり岸田さん今回あ内閣シリーズって急に下がってるじゃないですか今はい、はい、これいろんな理由を言う人いますけれども例えばマイナンバーとか、えー、私はやっぱり今回解散打てない時に、はい、やっぱり解散権を持てあんだ総理の権限のね、えー、解散権を、えー、であの13日の記者会見でにやりと笑って情勢を見極めたいと言った。えーはい はい、え岸田さんっていうのはこれまでどんなに判断が遅れてもダメでも、ええええ、でもいい人だよねっていうのがやっぱ鉄板にあったんですよあの人悪い人じゃないよねと <laughs> あわかるわかるだけどそういうキャラですねそう彼が政治家で邪悪だってことが伝わったんですよ <laughs> なんだとこんな解散権もて遊んでみんなもう 車借りたり事務所借り始めたりいや,いや今の表現いいな <laughs> 政治家で違うちょっと言い過ぎましただけどもう本当それがね岸田さんのねイメージを既存したこれしずいずなかなか回復しませんよそうそうなんかねあの岸田さんのあのあれよく見たらなんかあれ角みたいなものが頭に短く生えてて <laughs> えなんかちょっとなんかあの左のあたりが黒いんじゃないのみたいなそんなイメージです <laughs> なんかねあれからね岸田さんの顔僕なんかが見てもちょっとこう悪そうに見えるよう <laughs> また中にやっとしてるとかね。<laughs> これはねもう岸田さん大きな あのベネフィッそれでいうとねそれでいうと<ー>あの、まあ、今回解散はできなかったというか見送ったというか、うんはい、で次のタイミングは秋の臨時国会、ね、秋の臨時国会は必ずあるので秋の臨時国会の冒頭か、はい、年末に臨時国会が終わるタイミングか、うん、まあ臨時国会って前と後で2回解散のタイミングがありますよねでまこ、あ、としやかに言われてるのは次の臨時国会の冒頭ぐらいが、うん、最も可能性があるんじゃないのみたいな話があるじゃないですか。ええ、どうな なんすかね、今でも総理周辺はあの臨時国会の冒頭がやっぱりあの一番メインターゲットだと言ってるんですけれども、えーえー、今言ったようにですねここはあの何の大義もそれこそないんですよ。うん 補正予算出すとか言ってるけど補正予算でなんで解散するんだっていうのもあるし何かの要するに予算があのテーマになって大きな法案を通す通さないの与野党のせめぎ合いがあるわけでもなくな<い>野党が不信任案を出すわけでもな,わけでもないいきなりそこで解散まあ七条解散まあ大体あの戦後の解散は憲法七条に基づき、ね、天皇の国事行為に解散権があるからか、うん、当然内閣の助言と承認において天皇がそれを行うんだったら、ええ、内閣の助言と承認 で憲法7条をもとにいつでも総理大臣は解散できるという慣例にはなってますけどもそれでやると必ず批判もそうですねいつでも解散できるって書いてあんのかよ憲法にっていう議論には必ずなる,る,い,い,ずなるいや本当にその通りでねまさに自己都合なんですよ。 そして大義だって言うんだったら年末まで待ってちゃんとですねその先ほどおっしゃってた防衛費の増額の財源とか少子化対策でやっぱり足りないから増税しますとかきっちり決めて信を問うっていうのはまた一つそうじゃなければもう自民党総裁選だって大義じゃないからそれはもう岸田さんのためだからもう任期満了までやれっていう話ですよ。やっぱりねもう憲法改正して 総理の解散権を縛るか、はい、ちゃんと任期満了までちゃんと自分で自制してやるとか、ええ、それぐらいしないとこんないちいち解散権振り回してやってたら、ええ、国会が落ち着かないしいつも与野党は対決姿勢で、ええ、本当にあのちゃんとした熟議なんてできないと思いますね。れねそれにまあ今の予想で言うと まあ臨時国会の冒頭のタイミングだとまだあのタイミング的に数か月だけれどもこれ臨時国会の終わりで年末になるとそのタイミングにおいて、うん。 内閣支持率とか政党支持率がどうなってるかなんか全然読めないです全くわかりません、臨時国会でまたどんなスキャンダルが出てくるかわかりませんし、あと今、株はなんといっても最高値ですよね、バブルがこういうのだってね、今は一番良かったけれども、ま,あ、また下がってくる可能性だってある、<laughs> それはそうだそうやって考えるとね、なかなかやっぱり本当、解散できるタイミングっていうのはないんですよね。 やっぱりここまでこう惑星直列ってある自民党議員言ってましたけども条件が縦にこう並んでいくようなのっていうのはそうは言ってもなかなかなかったというのは事実かなと思うんですねなるほど、まあ、そういう観点から見ると青山さんはやっぱり今回非常に貴重な岸田政権にとって、えー、解散権を行使できなかったって、はい あのまあ、その結果、今の状況という,そうですねやっぱりその刀のつに手をかけてですね、えー、しかも、まあ、例えば1か月ぐらい前にやっぱり今回はあのちょっと支持率も下がってきたし、まあ、息子もこんなことやっちゃったから今回やりませんって言ってればさほどじゃなかったんだけれども、えー、やっぱりその不信任案が出てくる前日まで引っ張ってねでどっちだか分かんないもんだから公明党も野党も麻生さんや茂木さんみたいな党の幹部までやっぱりやるかもってやっぱりビビらせて。 やっぱここまで。自民党内でも解散するか。 と思ってた人いいいそそこそれなりにいるんんでしょうね<あ>きっと、ね、もちろまますいます、まあ、ただ、もちろんねあの絶対やりそうだっていう人とやらないと思うけどもしかしてっていうのそのの温度差はあったと思い国会議員、本当大変なのは、うん、のねままああそれは、まあ、自分で選んだ道だからしょうがないんだけども、うん、やっぱ選挙になると当然選挙カー用意しなきゃいけないし、うん、選挙事務所を用意しなきゃいけないし総理大臣が解散って言ってから手当てしたんじゃ、うん、みんなで取り合いになって間に合わないから、うん、そうですよああ、まあ、ちょっと選挙事務所ぐらい用意しとこうかとか選挙 選挙カーの予約しとこうかってそれなりに金かかる話ですよねこれで自分たちで言うのこと言うのもなんですけど我々もいつ選挙があるかと思えば <laughs> <う>選挙特番はいつなんだとかそうそう、ね、選挙本部立ち上げようとか <laughs> 予,算予算組んであんのかみたいなねやっぱりみんなねそれ準備しなきゃいけないうん、うん、各自治体はね投票所を抑えなきゃいけないし、はい これはね、本当に迷惑な話なんですよ。六百億円使うんですよ、<laughs> 総選挙って。そうですね。ええー。そうですね。それ今六百億円の中には、あの、マスコミの選挙特番の経費入ってませんからね。そうですね <laughs> 日曜の夜にね、<laughs> ぶっ飛ばしてレギュラー番組を。 結構大変ですだから選挙のありそうな年は放送局って年間の予算組む時に解散がありそうだから選挙予算って組みますよね組みます組みますこれね出口調査ってやるじゃないですかこれがものすごいお金かかるんですよ何億もかかる突然選挙なんかやられるとほんと困っちゃうしかも年にまあ2回ってことはないだろうけれども衆議院選も参議院選も近かったりするとまあこれは大変なんですねちょっと手前味噌の話になってきちゃいましたけれどもそうですね ですね、平たく言えば、えー、そうですね、はい、だからその,あの13日のやっぱり1つハイライトは13日の記者会見でしないんなら否定するだろうというタイミングでどうするか分かりませんよみたいな表現をしたというところがやっぱ今回ちょっと自民党の中でもそれを批判する人たちがいますすよねねそうです、ねまあ、どうするか分かりませんというよりも情勢をよく見極めたいって言ったらですねはい、はい やろうとしてるんじゃないかっていうふうにやっぱり思うんですね,ね,ね普通はもう単に否定しなかっただけじゃなくて見極めるってことは見極めてやるっていうことに完全に含みを残しているのであのタイミングでそれ言ったらねそれやるかもってみんな思っちゃいますよさて、えー、個別の話でいくと、はいま、マイナンバーが今こんな状況でいろいろトラブル出てますが一つ焦点は来年もこれ法律で決まったのかな,なあの保険証は マイナンバーに一本化すると現行の保険証は原則廃止して医療機関の窓口では保険証ではなくてマイナンバーを出すと、うん、どうしてもマイナンバーが嫌だという人には、えー、1年間限定の証書みたいなやつは出すけれどもそう,、ね、そういうのは毎年更新してくださいねと、はい、そうするとかなり不便なので基本は今の現行の保険証は全部マイナンバーカードに統一されるという、うん、これがまだあのおそらく今の今日の段階では えー、方針は変わってないので来年の終わりにはそうなるだろうと言われてますがそ、はい、そのまま行きそうですかねやはりねあの河野さんはここまでまああの推進してきてはい、はい、やっぱりデジタル化は後戻りできないっていうのを彼は非常に。もう 堅たくなに思ってるんですね、ええ。河野さんってお友達じゃないですか。まあ、お友達というと、ちょっと語弊あるので、まあ、大切な取材対象ということで。<laughs> あの、やっぱり、そこはもう、非常に、まあ、あの、確信を持ってるわけですよ。で、それに、やっぱり、あの、あの、岸田さんも乗っかって、やっぱり、今回。デジタル担当大臣に、やっぱ、り肝いりでさせてますので。ええ、今のところ、これを変えようという動きはないですね。もう、もう、もう、このまま行ったら、そのまま行くしかない。 医療機関にもねお金も出してこう読みう取り機とかもまあ普及させようって今やってますし、はい、私でもまだ今まで一度も使ったことないっていうかまあ幸いあの医療機関に関わる機会もなかったんですがあの使った人の話でいうとスコブル今のところろ評判よしい医療機関だけじゃなくて、ね、薬局とかにもこれを置かなきゃいけない話になってきますんで、えー、それはそれで相当大変だしハードルも高いんですけれども一、まあ、回ここでブレーキを踏んで んじゃうとまた非常に遅れる可能性が出てくるのでうです、ねええ、ま踏まないという方針で今のところ突っ走っ走ているという感じですねさて、えーまあ、選挙があるかどうかはともかくとして選挙になった時に、はい、私、最近、うん、あの各世論調査の数字を見てておおーと思うのは、はい、野党、大党、まあ、それは圧倒的に議席から言うと現行立憲民主が多いんですがあの世論調査の 次の選挙にどこの政党に投票しますかみたいなデータでいうと、はい、維新が非常に強い強いですねこれどうなるんですかねえっとねやっぱりあの統一地方選挙の勢いっていうのはそのままある。 と思うんんでですすね、えー、であの今は非常に強いんですただやっぱりこれ維新の中にも両論あってだから日本維新の考ええー、今回どう思ってたかっていうとやっぱり選挙ややっっっっててしかったいっいう幹部も結構いるんですねやっぱりその候補者をいっぱい立てなきゃいけないんで時間が欲しかったっていうのが一応公式見解であったんですけれども、えー、やっぱりね勢いが失われてしまったら候補者いくら立ててもやっぱり当選できないという可能性もありますんで、まあ、確かにそうですね、うん、維新の勢いは今現,現状においては世論調査を見る限りかなりいいペース そうなんです、ね、なの、えー、今後これがさらに良くなっていくこともないとは言えないけど、うん、逆に勢いが落ちていく可能性もそれなりにあるわけで、うであの国会は本当にこれで終わりますからしばらく実際そういう維新の人たちがこう話をしてるシーンとかってやっぱり取り上げる機会とか減ってくると思うんですね。それとやっぱり維新はですねどうしてもいろいろスキャンダル候補者が こういろんな人が混ざってるということでいろいろこう問題が多くてそのリスクマネージメントっていうのがまあ藤田幹事長なんかに話聞いても非常に神経を使う,ということですね。やっぱね、あのー、別に医師に限らず急激に勢力を増したところっていうのはいろんな人を巻き込んで大きくなってるわけでそれはもう小泉,もい小泉チルドレンでも小沢チルドレンでもそうなんですけど、ね、そうですよね、えー、いろんな人の中にはどうしてもそうだから、あのー、太蔵君のようにですね <laughs> 後にテレビであの成功する人もいますけども。逆ににそれを売りに <laughs> <laughs> な成功であって <laughs> いろんな人が混じってくるのはもうしょうがないっていう部分もあるんですが、うん。<laughs> あのやっぱり維新はそれをやっぱリスクコントロールしないとこの勢いがね失われる可能性もあるとう、ねなるほど,ね、どうなんですか自公、えー、の連立なんですけども、えー、東京でいわゆる十増十減で東京って今まで小選挙区が25だったのが次の選挙から30になって5つ小選挙区が増えると公明党がそのうちの1つぐらいはこっちへ回せって、はい、まあ言うのはそりゃそうだろうなと思うんだけど。えー 自民党は突っぱねたというので。うん、そうですね。なんか、あの、はから見てて、かなりぎくぎくしゃくしてんじゃないのって感じなんですが、えー、これなんか落としどころがあるんですかね。いや、あの、もう東京に関しては、あの、えー、なかなか難しいと思いますね。ただ、あの、これ、やっぱ全国に広がると、自民、公明、まあ、自民党の特に、あの、選挙の結果に大きく影響してきちゃうので。はいはい、まあ、全国に広げないようにしようと思って、例えば、L. G. B. T. 理解増進法案を、まあ、急いで通してみたりとか。えー、まあ、公明党が他で、あの、選挙区で、あの。 候補者を立てるところには自民党がちゃんと推薦しますよってことを言ってみたりとか、まあ、今ここであの少しこう鎮静化させるのに必死。ただ東京はなかなか難しいというところです。ええ、さて今日のタイムでさっきですね。 私あの多分ドキッとしたのは私だけだと思うんですけどもそれ以外の人誰もドキッとしてないと思うんですが、えー、最後はさっきあの、えー、息子問題っていうのをこうおっしゃった時に、えーえー、今日のこのスタジオのシチュエーションを見て息子,あ息子問題っていう言葉にですね私過剰に反応してしまったんですけど総理の息子問題って、うん、ああどうなんでですすかかね <laughs> 翔太郎君ですか、はい、彼はね、まあ、当面今やっぱり皇帝からも離れて広島に戻ったようですからやっぱりあのそこに行って。 であの少しこう,なんう雑巾がけからやったななか。いやでもね彼自身はね決してそんなに変わったひ変なやつではないんですよ、はあ、ただいかにも若くて32歳なんですけれども、ええ、32歳,32歳まあまあこういう感じだろうなっていう32歳のありがちな普通の青年そうあの決してその不尊だとかあの礼儀も正しくないとかそういうこともないんですけれども、ええ、やっぱりそのノリはねまだ若いなっていうのはあります。ただだから総理秘書官に さえしなければ、ええ、まあ、こういう息子がいても、そんなに問題にならなかった。ただ、総理秘書官というのは非常に重要で重たい仕事なので。やっぱ首脳会談になって同席できる立場ですから。ええ、それにはちょっと軽かった。軽すぎた。 ととといいうことかなと思います、ねはい、ちなみに青山さんはあの息子さんには何になってもらいたいですか <laughs> 息子はねまあ,あの息子もこういうところを見に来たりあ言っちゃったしてると <laughs> 政治にはちょっと興味持ってるみたいなんですけどでもねちょっとそっちじゃない方がいいんじゃないっていうのをこう今いいんによに言ってるところです政治じゃななくてマスコミ方面いいいやいやいや,いやもっとなんかほら I T とかあるよいろいろ。I T ですか。これからの時代。そうですか。I T な。I T 今アップりてるぞ。そうですか。ちょっと理系厳しいかなでもね。いや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 あのねえすっごいそっくりでびっくりしてあなんかこう縮めたような感じ。すいません。本当申し訳ございません。あの

いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は、配信用に編集したものです。辛坊二郎ズーム。そこまで言うかは、ラジオ局日本放送で、月曜日から木曜日、午後三時半から、毎日生放送でお送りしています。番組は、ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。 「ラジオラジコ」ではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんが勇敢不死の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」などラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube、を聞いた後はぜひラジオラジジオコで 辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。六月二十日火曜日時刻は午後五時を回りました。こんにちは辛坊治郎です。こんにちは日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うかこの時間はズームをミュージックリクエストをご紹介してます、はい。皆さんありがとうございます。本当にいつもありがとうございます。今日のお題は。 高級梅酒をもらったときに聞きたい曲ですまずはみかん農園さん五十歳の世田谷区にお住まいの方世田谷でみかん農園は無理でしょういやでも世田谷も広いですからねそうですか割と、うん、ある、はい、かも梅酒といえば母と祖母が毎年つけていたのを思い出します私にとっては思い出の酒です というわけで小林幸子さん思い出酒。なるほど。うん、そして島根県から松江市の梅昆布さん六十三歳男性の方はチャゲアンダースカで恋人はワイン色。静岡市から五十九歳の三九四マ海さんは石川さゆりさんのウイスキーがお好きでしょう。いいですね。い,すいいですね。<laughs> あとは港区にお住まい二刀流海岸さん69歳男性は堀江潤さん「メモリーグラス」うん、良い記念になるお酒と思うので懐かししい曲出てきました <laughs>、ね、お酒のやっぱ曲をこうやって選んでくださった皆様もいる中<お>続いては中央区のアメンボマンさん60歳男性はですねリクエスト曲「ザ・ビートルズのカムトゲザー」お願いします。なんで 高級梅酒みんなで飲もうぜでカムツギャザーですか曲の冒頭がシュッシュッシュッシュえ本当シュッシュってあそうですかありがとうございます神奈川県横浜市のマコウシャさん54歳梅酒といえば梅梅といえば梅沢富代さんなので梅芝居でお願いしますと。新しいですね また川崎市ラジオネーム車とラジオ60歳の男性の方「はい、ベートーベン」で「交響国第5番」<laughs>「運命」<ん>理由は高級梅酒は「運命」「え運命」<laughs>「運命」<う>えー「静岡県お前崎市50歳男性の「クレナオの豚は飛べない豚だっさん」「梅酒」「と言ったら梅酒」「梅酒」と言ったら「梅酒梅酒と言ったら フレッシュフレッシュと言ったらフレッシュフレッシュフレッシュで松田聖子さんの夏の扉そ,れそんだけひねりゃどうやったって松田聖子の夏の扉に行き着くでしょう <laughs> まあまあ,まあ、ね、こういった、えー、皆さん本当にありがとうございますありがとうございますそうだな意外とこの番組ね、うん えー、あの比較的年齢の高い方が聞いてくださってるらしいあそうでもないですね最近若い人の若い女性のメール等もだきますがの、ね、その割にはねここの曲で演歌がかかることはあんまないんですよ。あ確かにねということで、えー、たまには演歌いきますか<お>小林幸子思い出酒ちょっとじゃあどっぷりと浸りたいと思いますエンディングでねお送りいたします。 さラジオの前のあなたからのご意見は二十四時間お待ちしております。メールで送ってくださる方は z o z o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見をお待ちしております。日報放送ズームそこまで言うか。 今日最後に取り上げるのはこちらです。ブリンケン国務長官、習近平国家主席と会談。中国を訪れているアメリカのブリンケン国務長官は、昨日、北京で外交を統括する王毅政治局委員と会談したのに続いて、習近平国家主席と会談を行いました。 会談後には北京で記者会見を行い、米中関係に前向きな一歩があったと述べていますその会談が行われたですね、習近平氏とブリンケン国務長官との、まあ、これ、見たことないですね。 この字型中華ですね普通こういうのって向かかかいい合わせにに座座るる隣同士に座るかっていうのが国際関連なんですよそれでもねひどい国はあってですよ私今まで見た中でこれはひどいわと思ったのがですね北朝鮮をカーター元大統領その時にはカーターさんは大統領じゃなくて緊張感が世界高まっている時にやっぱ当時北朝鮮のトップと会って話をすべきだろうということで。 元大統領のカーターさんが、えー、北朝鮮に行って当時の北朝鮮のトップが今の大じゃないですね先代か先々代かどっちかですけども会談が行われたんですよ。はい、その時の写,写真見てびっくりしたんですけど、はい、椅子がね、うん、北朝鮮のトップの椅子は高いんですよ、うん、座面が。ほい,い,、はい、いで、うん、カーターの椅子が低いので 同じ高さのテーブルに向かい合わせに座ってんだけど、はい、カー,ターがめり込んんんでるるように見えるのでえー、そんな <laughs> こ<の>そんなするんですこのセッティングは何なんだと <laughs>、えー、今回の,あの習近平がアメリカのブリンケンを迎えたセッティングってそれに近いところがありますよ。というのがですね、はい この字型っていうか、まあ、写真が手前にもしかするとあのテーブルがあるとするとこの字型じゃなくて四角なんですがその手前が切られてますから、うん、両側向かい合ったテーブルの向こう側に一つ席があるんですねお誕生日席に習近平国家主席が座って <laughs> <だ>その習近平から見て右斜め前にブリンケンが。<laughs> 本当だこの扱いはね普通ちょっと国際関連上ありえないですよ。<laughs> 「こ俺がブリンケンならなめてんのかこの野郎」ってまあ言わないよそりゃ相手中国まで行ってでまあ今回は別に習近平としてどっちかっていうと受け入れてやっまあだからちょっとやっぱアメリカとしてはこれ以上中国との関係を悪化させたくないというか緊張感高めてもまあいやなんか習近平え中国の今の共産党体制が。 本気で台湾を併合しに行こうみたいなことになるとアメリカは今まあウクライナロシアと二正面で立ち向かなきゃいけないしすぐにはさすがにやらないだろうとは思いながらでも何すっか分かんないよねっていう恐れがあるからちょっとやっぱこの辺でトントン釘刺しにいっとこうかこれ以上の関係悪化は避けたいなっていうのがあってあブリンケンが言ってるわけだけどもそれを迎える習近平が <laughs>。 そのなんかいや自分王様みたいな形で右斜め前にブリンケンっていう。これいわゆる上座下座で言うと明らかに下座ですからね。上座とか下座って気にします。日本人は意外とね。世界の中では気にするタイプですね。まあ、ねだからえ4人の例えば宴会で個室取りました。うん、どこに座りますか？っていう時に一番あの上沢ですね、うん。 基本これ日本だけじゃないんです中国でもそうなんです中国でも神座、うん、中国はもっと実はややこしいんですよです中国はもっとややこしいから丸テーブルが発達したんですねそうなん丸テーブルだとどこが神座だかわかんないっていう <laughs> てい、ね、だから江戸時代の、えー、農民の皆さんが、うんね、年貢じゃねえや年貢の取り立てに反発してですね一揆を起こしましょうという時の連般上 連搬状って基本的に丸く書くんですよあ,<ー>あれなんで丸く書くかというと誰が死亡者だかわからないようにううかよ、ね、だから後にそのそれがバレた時に <laughs> 一番右からこう順番に書いてあると一番右に書いてあるのが死亡者だろうって言ってですね <laughs> うん、うん、ひどい目に遭わされるので誰が死亡者かわからないように連上を丸く書く書んですね中国のテーブルもそれで中華料理のテーブルってどこが上座かわからないように丸くしてあるんだけどそ,、ね、それでもやっぱりルールはあってうん、うん、個室の場合入り口から一番遠いところが一番の上座、はい、で一番入り口に近いところが下座。うん これはあの日本でもそうでですね日本でも四角くあの個室の宴会場なんか座るときにだいたい入り口の一番遠いところの向こう側に床間があって掛け軸かなんかつってあってそこの前が上座なんで一番偉い人、はいはい、それで接待する側は下座の入り口にできるだけ近いというだからあの注文とかなんかすぐできるようにっていうような、はい。はい <laughs> それで言うと、はい、右左で言うとですね、うん、古来、これはもう中国もそうだし、日本もそうなんですが。右と左で言うと、左の方が偉いんですよ。 「右大臣左大臣」っていうといわゆるその偉い人から見て、はい、左手の方ですねだから向かって右になる,なるけれどもそのい偉い人から主人公にすると左側が中国あの東アジア文化圏では、うん、だから右大臣と左大臣だったら左大臣の方が偉いんですね。はい、で、えー、右手っていうと、まあ、あの下座というかそれで舞台でもこう。 客席側から見て左の方が左の方は舞台あの下で上下っていうとあの観客席から見て舞台を見た時に右側がいわゆる上座ですよね今回の「ブリンケンの位置はどの観点に立っても下下座中の下座みたいな,なんかこの扱いかよと。 えー、切れるわわけけにもいいかないわけですよ <laughs> ねよ <laughs> だけどやっぱこれを見るとやっぱりちょっと中国の国家体制はやばいとこに来ちゃってるよねつまり誰も文うこれ言わないこれについていやそれはちょっと国際関連上失礼じゃないですかって言う人が国内にいないし習近平もそれが当然のようにそこに座るし。 ちょっとアドバイスする人がいなくなっちゃってて誰も何も怖くて言えない中国の状況というのがこの1枚の写真に今回皆さん写真その他はネットでグ g グ e はすぐ出てきますし新聞にもおそらく掲載されるはずですからちょっとその写真を見ていただいて。 ちょっとこの写真1枚見ても今の中国はやばいし何するかわかんないよねもしかすると本気で中国は台湾に武力統一を仕掛けるんじゃないのっていうような恐怖感さえ覚える状況、うん、まずいよねってでそれもねやっぱりちょっとアメリカの弱さもわかるんですよ。うん、というのはアメリカって。 民主主義の国だから、はい、今回じゃあこれの会談があとどうするかアメリカがどう動くかバイデンがどう動くかっていうのは国内世論次第とというところもあるわけですね、えー、当然国内の世論であまりにやっぱり中国に対して反感が高まればそんなに甘い顔もしてられないし、うん、っていう民主主義ってあの当然トップは民意に左右されるわけですけど、はい、習近平中国国家主席は。 世論は動かすもので国が作るものですから世論に動かされて何か政策決定しなきゃいけないっていうことがないわけですよ。たまそういうプレッシャーもない中で今回そのセッティングでアメリカの国務長官というまあ大臣まあアメリカは大臣って言い方せずに何とか長官ですが何とか長官の中で国務長官というのは一番上位に位置する。日本本のの場合どこの大臣も基本はい、はい あの実質的なものはともかくとして名目上大臣に序列はないわけで横並びなんですけどアメリカ国務長官という大臣だけは他の大臣よりもいろんな法律制度の中で上にありますからそのアメリカで大臣の一番トップの人間を迎えるに際してこれかよというのは私はね恐怖に近いものをむしろ何するか今後分かんないという意味においてちょっと恐怖に近いものをこの1枚の写真から 感じましたねはい、以上ですでズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは世田谷区みかん農園さんからのリクエストです小林幸子思い出酒 <え>うん、意外なことに増山さんが歌い始めたのには驚きました、ね、いやいやこれは口ずさめますよ大ヒット曲ですしまあ大ヒット曲は大ヒット曲ですけどねまあ、えー、1979年あ<え>もうそんなになるかそんなになるんですか第44年前違う、まあ <laughs> 歌えません。知りません。え、あれ聞いたことないです。聞いたこともないです。嘘だね。今歌ってたもん。いや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 。そうですか。はいはい。なんか確かに昭和の匂いはしますね。そうですね。プンプンしますね。昭和の香り立つみたいな雰囲気でございました。ありがとうございました。 さあこの後日本放送はショーアップナイターです神宮球場で行われるセパ交流戦ヤクルト対楽天戦解説大谷昭彦さん実況清水久志アナウンサーです何笑ってんですかいや思い出酒に乗せて日本放送ショーアップナイターを紹介すると斬新と思ってます <laughs> 悪くないんじゃないですかそうですね、はいええ、で明日の朝六時からの飯田工司の OK 工事こっちの方が思い出酒に合うよねきっとそうですね 明日のコメンテーターはジャーナリストの佐々木敏尚さん <laughs> 取り上げるニュースは戻すこともなかろうというのはありますけど <laughs> ありがとうございますウクライナ復興に関する会議出席にギリス出発林外務大臣がねといった話題を取り上げるそうですでこのズームは、はい、ウクライナのダム決壊被害にズームいたしますゲストはウクライナキーウにお住まいのあのボグダンタクメンコさんですそうですね、はい、最新キ,ーキーウどうなってるのかちょっと、えーえー、教えてもらい,い ぜひ知りたいところで、でしうん、はい、明日楽しみにしてください。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎と。松山さやかでした。明日も聞いて、ちょうだい。